ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は犬を飼うのに向いてる人、向いてない人はどんな人か、愛媛犬猫の会の高岸千春会長さんに聞くよ。あなたは向いてるかな？猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター、すべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると、1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。今日はワンちゃんを飼いたいな、飼おうかなと思ってらっしゃる方、まあコロナでお家にいる時間も多くなったので、新しい家族がいたらなと思ってらっしゃる方に、犬を飼うのに向いてる人、向いてない人ということで、長年、ワンちゃん、猫ちゃんの保護、譲渡活動をしてらっしゃる愛媛犬猫の会、認定 NPO 法人愛媛犬猫の会の高岸千春会長さんに伺います。会長さん、はい、向いてる人、向いてない人ってやっぱりいるんでしょうか？いますよね。あの、条件的に向いてない人っていますので、まず条件から、はい、はい、犬アレルギーがある人。犬アレルギー、はい、というと、あの、犬を触ったり近くにいたりすると、こうじんましんとか、そういう、そうですね、目が痒くなったり、はい、それはもう命がけですからね。そう、あの、飼い主さんも大変だし、途中で手放さないといけなくなることもあると思うんですよ、はい、そうなるとワンちゃんかわいそうなので、ええ、それでも犬が飼いたいっていう人が中にはいらっしゃるんですよだけどやっぱりね、お気の毒ですけど、ちょっと辛抱してくださいってお話しします。あ、じゃあ保護団体さんからもらい受ける場合は、1週間、まあ、ないし2週間ぐらいトライアルっていうお試しで飼える期間があるので、それでちょっとアレルギー大丈夫かなっていうことを確認してもらってもいいですね。いいですね。それで、あの、帰ってくることもあります。あ、やっぱダメだ、アレルギー出ちゃった、はい、あの、知らずにね、あの、飼おうと思ったけど、いざ犬と暮らしてみると、うん、アレルギーだったっていうのが分かることもありますので、ぜひ、あの、保護団体さんから譲り受けるその際のトライアルシステムがあるところをご利用いただけたらいいですね。そうですね、はい、じゃあまずはアレルギーがある方は NG と、はい、ことですね、はい、はい、次に、はい、ペットを飼ってはいけないお家に住んでらっしゃる方、マンションとか、はい、ペットダメですよって分かっているのに大家さんに隠れて飼おうとされる方がいるんですよ。バレちゃいます、犬の場合。ワンワンって言いますか？はいはいバレから出ていかなきゃいけないので、結局ワンちゃん飼えなくなっちゃったじゃ済まないですもんね。そうです、はい、殺処分っていう悲しいことになりますからね、途中で放棄すると。じゃあ今は飼えないマンションにいるけど、どうしても飼いたいっていう場合は、こっそり飼うんじゃなくって、もう引っ越してから飼ってくださいよってことですか？あらら、はい、そうです ね、 ね、はいはい、うん、まずはちゃんと、あの、犬を飼える環境になってからお考えください、はいはい、で次に、家族の誰かが反対している、これもよくあるんですよ。あの、お母さんとお嬢さんが欲しいって来て、
で、ちゃんと契約してトライアルが決まって、でお家へ届けたらご主人が猛反対。いざ届いてここいるのに。はい、猛反対で、奥さんとお嬢さんはまあ連れて帰ったらどうにかなるだろうやっぱりお父さんが激怒して、はい、で帰ってくるっていうことがあるので、やっぱり家族の誰かが反対してたらそれを押し通すのはやめてください。やっぱり最初にみんなで話し合って買おうよねって、もう15年から20年間ね、行きますからね。だからその間ちゃんと本当に飼えるかどうかっていうのを話し合ってから来てください。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。じゃあ続いての犬を飼うのに向いてない人とは。はい、なんかなんとなく飼おうかな、かわいいからトイプードルみんなが飼ってるから私も飼おうかなみたいな軽いノリはやめてください。はい、やはりそのね、アクセサリーじゃないのでそのノリで買うっていうのはやめてほしいですし、これも本当に放棄につながりますのでね、いざ買ってみたらうるさい、しんどい、世話も面倒っていうことになるので、なんとなくっていうのはやめて、きちんとやっぱり責任を持った人じゃないとダメです。質問、じゃ軽いノリじゃなかったらどういう決意とかそういうのが必要になるんですか。それは犬と暮らすのに向いてる人っていうところで詳しくお話しさせていただきたいです。じゃあこのまま見ててください。はい、はい、軽いノリで買っちゃダメですね。続いては、はい、今日もとても暑いですけど、暑い日で今度は冬の寒い日、散歩は嫌ですっていう人。外でね、外行かなきゃいけない、はい、朝早く起きて行かなきゃいけないし、うん、夜も暗くなってもうしんどいのに行かないといけない。はい、そういう人は向いていません。はい、で次に早起きが苦手な人。あら、やっぱりワンちゃんの散歩は朝早くした方がいいと思います。うん、うん、出勤ね、みんながする前にするべきことなので早起きが苦手な人はダメです。で帰りが遅い人、あ、付き合いが多かったり、はい、はい、うん、はやっぱり当然散歩も行けなくなりますし、でワンちゃんとこう接する時間も少ないですから、ちょっと自分があまりそういう時間を取れないなと思う人はやめといた方がいいです。質問、はい、家族が自分の代わりに行ってくれる人がいるっていう場合はいいですか。あ、大丈夫です、はい、そういう協定をちゃんとしとかないと。はい、はい、分かりました。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。続いては、はい、毛が飛ぶのがすごく嫌なので。毛ですか。はい、ファーですね。はい、はい、小型犬でも外につなぐっていう人もいるんです。あ、外替えをする。外替えをする。室内替えを本来ならするべき小型犬なのに外替えをする。あら、え、はい、外で飼っちゃダメなんですか。
暑さに弱かったり寒さに弱かったりするんですよ、小型犬。はい、でだから向いてないんですね、そもそも。で日本では、ミックス犬、外で飼うのが当たり前っていうふうにずっと、いわゆる雑種と呼ばれている。そうですね、外で番犬っていうイメージが日本にはあるので、でずっとこう犬は外で飼うのだって思ってらっしゃる方多いんですけど、当然欧米では一緒に、ね、ベッドの下に寝てたりで、室内外が当たり前なんですよ。だから日本の飼い方を見たら虐待だって海外からは言われるぐらいなので、それをまして小型犬を外につなぐっていうのはとんでもないんですよ。ダックス外でつないでたりで、パグを外でつないでたりしてたんです。をそれはダメなんですか？ダメですね。どうして？だからパグは暑さに弱い。顔の形がもうちょっと単頭種って言って、呼吸器がもともと弱い犬種ですからね。だからそういう犬種はちゃんと調べて、どういうふうな飼い方が適切なのかということを調べて飼わないと、で犬が家に入ってくるのが嫌だから飼わないという人は最初から飼わないでほしいんです。外につなぐぐらいなら飼わないでほしい。お願いします。いわゆる雑種の子もですか？最近ではね、雑種の子も室内で飼ってもらうようにしてるんです。で、愛護団体によってはもう25年前からもう絶対室内で飼わないと雑種でも譲りませんっていう愛護団体はありまして、今どんどん増えてます。室内で飼わないと譲れませんって。質問。犬は喜び、庭駆け回りっていうのがあるじゃないですか、冬でも。犬は寒さに強いとかじゃないんですか？犬は強いです。暑さ寒さどちらかっていうと寒さの方に強いですけど、やはり北海道から、沖縄まで日本は長いですので、全然寒さが違うでしょう。北海道の冬と沖縄の冬は全く違いますよね。でなので犬種によって暑さに弱い子、寒さに弱い子っていうのがすごく差があるんです。でなので、昔古き日本はそういうことだったですけど、今は犬のことをもう知識も増えてきましたしね、それはちょっと違う感じで、もちろん気候のいい時は広いお庭がある方はご自由になすっていただいて結構なんですけど、もう放すっていうこと自体がもう条例では禁止されてますから。お家の中で飼えないという方は考え直してくれよということですね。わかりました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東野店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。続いては、車を持ってらっしゃらない方、ごめんなさい。ほら、やっぱりね、犬を飼うと病院通いとかにタクシーでは行けませんので、いけないんですか？小型犬だったらキャリーバッグに入れて乗せてくれるタクシーもありますけど、断られるタクシーもあります。で、お金にゆとりのある方はいいかもわからないんですけど、
もうあの雑種とかは絶対タクシーに乗れませんので、もうそのままリードを引いて乗れってことはできない。できないですから、もう、車がない方はちょっと犬厳しいですね。特に年を取ってきたりすると、はい、もう病院通い多くなりますからね。タクシーの運転手さんにちょっと担いでくださいよともなかなか言えないですもんね。乗せる場所はないですね。トランクに乗せるわけにもいかないはし、い、はい。車がない方は厳しいということですね。続いては。高齢者の方とか単身者の方にもし何かがあった時に犬の面倒をこう託せないっていう方がいらっしゃるんですよ。誰かに、他の方にってことですそうね。ですね、息子さんだったりとそうか、そう、親戚の人そう、だ。はい、そういう人が全くいないっていうような人はちょっと困ります。なるほど。行き場がないですもんね。はい、これも本当にもう最近多い相談の中に入りますのでね、施設に入るんだけど、残された子がどうしたらいいかわからない、残された犬猫がね、どうすればいいかわからないっていうヘルパーさんとか、そういう松山市の方とかから電話かかってくるんです。質問。はい。愛媛犬猫の会さんでは引き取ってくれないんですか？はい、保護施設もないですし、引き取りも預かりもしてません。なので、自分が何かあった時に世話をしてくれ、犬や猫の世話をしてくれる人がいない方は NG ってことですね。続いては。はい、最後になんですけれども、今言ったいろいろな条件の上に、やはり犬を飼おうと思われる方は経済的にゆとりのある方じゃないとなかなか厳しいです。はい。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ちょっとここに買い始めたらどのくらいお金がかかるかっていうのが書いてあるんですよ。ここではちょっと平均的な金額を上げてますけれど、病院によっては違いますので、参考程度にしてください。で、飲み谷駆除まずしないといけない。で、犬は散歩に行きますので、1年間12ヶ月分、2000円かける12、24,000円。はい、すぐいりますので、はい。で、検便が500円から1000円ぐらいいりますそれね。はいつするんですか？保護をした時とか、まあ飼い始める時にも一応した方がいいですね。で、犬は登録が必要です。はい。登録は一生に一回ですはい、ね。はい。3,000円。はい。はい。で、狂犬病のワクチン、はい。これも3000円。これも毎年しないといけないです。年に1回。はい。はい。で、フィラリアの検査がだいたい2000円です。これは頻度は？検査は毎年。毎年はい。2,000円。はい。はい。フィラリアの予防薬です。予防薬ですはい、ね。はい。これが、1500円で、愛媛だと8ヶ月は上げた方がいいです。3月か4月でしたっけ？5、6、5、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12。12、8ヶ月。はい。あったかいので蚊がいるので、ははい。い。フィラリアの予防薬が毎月はい。8ヶ月、毎年いります。はい。はい。で、それで9種のワクチン、まあ一番99種が、種類。はい、ええー。だいたい9000円。これもは、しくは1万円ぐらいするところもあります。何回、頻度は？はい。飼い始めたら、やはり最初は2回必要なんですよ。初年度は2回。はい。
で、なので9000円前後が2回、はい、はい、でこれも毎年、毎年、あ、毎年はもう1回でいいです。年に1回で、その後最初だけ、はい、はい、それで、去勢手術が2万円から、うんうん、大きさによりますよね、はい、だから2万前後と思ってください。それは小型犬ですか、男の子ですか、大型犬で2万円、大型犬だったらもう3万ぐらいもっとかもしれない。そうなんだ、うん、麻酔薬がどんどんいりますからね、体の大きさでね、はいはい、え、女の子の場合は不妊手術になりますが、はい、これが3万円から4万円、だいたいこれ中型犬の値段です、はい、大型になるともっと高いですし、まあ、小型犬だったらもう少し安いかもしれないですね、はい、もう満単位、はい、あのオス犬を飼ったらもう即もう半年の間に8万5千円必要です。え、そんなにいきましたっけ、はい、でメスだったら10万円、半年の間に10万円、はい、払えますか、払えませんか、 やっぱりね、余裕がないとなかなか飼えないんですよ。本当に、うんうん、あの皆さんに子供が一人増えると思う気持ちで飼ってくださいってお願いするんですけど、本当に犬の場合は即お金がいります。本当、まあ、あの目の病気になったら10万とかありますもんね。あります、あります。で人間と同じ病気にかかりますので、がんとかもあるし、そう、がんだったら本当に20万とか20万、30万、いきます、うん、はい、もうすぐ保険が聞きませんので、あの本当に何十万単位でお金かかりますから、やっぱり犬のための貯金っていうのも必要かと思います。保険はありますよね、うん、あのあるんですけど、入ってればいいですけど、はいはい、入ってらっしゃる方の方が少ないので。まだ少ない、はい、うん、あのご心配な方は早めに入っとかれたらいいです。これにプラスフードがありますよね。でご飯が犬の場合10キロなんかもペロリペロリもう10キロの袋ボンボンなくなっていきますから、はい、フード代もあの本当にいります。犬は食べます。はい、一番大事じゃないですか、この経済力っていうのが。そうなんですよ、とても大切なことです。そう、経済的に余裕のない場合は NG、はい、ですね。これは言いにくいことですが大事なことですね、はい、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院、松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。じゃあ向いてる人、はい、はい、犬アレルギーがない、犬アレルギーない、ペット可の家に住んでいる、住んでる、家族全員が賛成している、賛成してる、はい、であの犬と暮らす前に犬についてしっかり勉強してくれる人、まずどんな病気があるのかな、でその病気をどう予防したらいいのかな、でしつけはどうすればしつけられるのかなっていうのを、もう今本当本当にね、たくさんの本が出てますからね、そういうのでしっかり勉強して、でこれ犬種で全く違ってくる場合もありますので、犬の種類で育て方が違う、はい、勉強してください、うんうん、次に犬の一生に責任と覚悟を持てる方、やっぱり15年から20年生きるかも分かりませんから、自分の年齢を考えて、で犬がまあ20年後に自分がね本当に飼えるのか、まあ、60歳だったら85歳まで経済的に余裕があって
散歩に朝晩行けて獣医さんにもちゃんと連れて行けるか、はい、介護ができるか、はい、中型犬でね10キロから15キロでも人間が腰痛めます。すっごい重いです、うん、病気とかになってぐたっとなると、うん、もう一人じゃ女の人持てないので、うん、そのぐらいの、 あの覚悟もう本当にお願いします。で、基本的なしつけができる人、うちの犬はバカなのよっていう飼い主さんがいらっしゃるんですけど、それは飼い主さんが自分はバカなのよって言ってるのと同じことなの。飼い主さんがしつけ方を知らないってことですね。そうなんです。それで飼い主さんが諦めるんですよ、うん、その諦めない人が向いてます。なるほど。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。考えることいっぱいですね、うん、難しいですね、うん、でも飼ってください。あの犬との生活はあのとても楽しいんですよ。お散歩もね、あの自分が楽しいと思って楽しんでいただいたら、本当にあの犬とアイコンタクトを取りながら、でしつけもちゃんと待てができて、そういう風な暮らしはとてもあの楽しいので、あの嫌なことばっかり言って申し訳ないかったんですけど、ぜひぜひあの犬との暮らしをお考えください。愛媛犬猫の会では9月もコロナの影響で里親探し会を開催することができていません。 ですがあの里親募集のワンちゃんあのたくさんおりますので、愛媛犬猫の会のホームページをご覧いただいて、犬の里親募集っていうボタンを押してください。でそこにあの各ワンちゃんのプロフィールと写真が載ってますので、あのちょっと気になるなと思う方がいたら、あのお電話メールをいただけたらお見合いの段取りをいたします。ご連絡お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。